皆様は、交流の瞬時値に関する計算問題って、しっかりできるようにしてますかね意外と、見落としてる人多いんじゃないかなって思うんですね。で交流の瞬時値の式とかっていうのは、えー、交流の勉強すると一番初めにやるんですけども、応用、応用に関する問題どんどんやっていくと、忘れてしまうんですね。いつの間にか。でそうすると、ポッと出た時に、あれなんだったっけ ってなってしまうことが多いのかなっていう気がしております。で、今回はそんな問題をご紹介します。これは平成元年。まあ、めちゃくちゃ古いですね。もう、三十何年前になっちゃいますね。ま、三十二年、え一年前か。うん。あ、もう二年前ですね。三十二年前の理論の問いの10です。あの非常に古いですね。結構いい問題なんですよ。この問題って。うん、で、中身は何かっていうと、実行値1 0 0ト の制限波交流電源から流れ出る電流と端子電圧の波形を測定したところ、電流の0点、要は電流の瞬時値が0の時、電圧の瞬時値はプラス50ルート2ボルトであったということを言っています。で、負荷の力率として正しいのは次のうちどれかということですね。で、これは式で書くと、 え、こうなってますよっていうのを問題から読み取ります。で、まず、この問題の文章だけ見ると、電流を基準にして考えるのかなって思ってしまいがちなんですね。まあ、ここも一つの罠なんですけど、でも絶対にそれをやってしまってはいけません。そもそも、負荷の力率で、遅れとか進みっていう言葉がありますけど、これって、 電圧に対して電流が遅れていれば遅れ力率。電圧に対して電流が進んでいれば進み力率。という言い方をします。ということは、電圧を基準にして考えるというのが大事ということになるわけですね。では、問題の意味から、この電流の0点において、この時の時刻が small t とすると、 V は、実行値 100V なので、最大値100ルート2ですね。100ルート2サインのオメガ T。この時の値が、プラスの50ルート2であると。で、その時、で、電流の え、力率については、これ進みとも遅れとも言ってないんですね。言ってないんですけども、えー、まあ、イメージ的にわかりやすいのが遅れなのかなと思うので、今回は遅れ力率として扱っていきたいと思います。 遅れ力率と仮定してってことですね。i イコール。はい。このとき、電流の値というには、値というものには、まあ、0点において、つまり0アンペアってことしか言及されていないので、これはもう自分で文字として表します。im。 サインオメガサインこの中が大事ですね。今、遅れ力率と仮定しておりますので、オメガ t シー,ターとなります。で、この値が0ですよ。と言ってます。どうでしょうかこの2つの式、皆さんちゃんと立てられますでしょうか これが立てられるかどうかというのが一つ大事なポイントです。で、電圧の式から sin オメガ t の値というのがわかります。これが100ルート2分の50ルート2。つまり、 2分の1ですよはい。ということは、sin オメガ t イコール2分の1。そのオメガ t というのはいくつかっていうと、sin が2分の1になる角度というのは、これは30度。つまり、6分の π ということですね。ここ大丈夫ですかね。結構ね、c o s ンは考えられるって人多いんですけど、サインってたまに忘れちゃうんですよね。 で、このところか、このことから、オメガ t という、この、えー、ラジアンですね。これが、6分の π ラジアン。ということがわかります。さて、この今、オメガ t が6分の π とわかった状態で、i m サイン e カッコ、オメガ t マイナスシータイコール0というのが電流からわかっています。はい。つまり、im っていうのはもう、 えー、固定値ですから、まあ、これが0だったら話にならないんですけど、そんなことはないので、ここから、sin, 確保。オメガ t がもう6分の π って分かってます。6分の π、マイナスシーーこれが、イコール0であると。 そうすると、sin が sinθ イ,ーーイコール0になる θ っていうのは0か180です。で、今180というのはつ考えませんので、そうすると6分の π マイナス θ イコール0ということが成り立ちます。で、これは単位はラジアンですね。0ラジアン。 よって、シーターイコール6分の π である。はい。というのがわかります。そしたら、コーサイン6分の π。コ o s i n の30度ですね。これは2分のルート3であり、値としては0.86。 6ということで求まります。えですので答えはこの0.866であるということなんですね、はい。これ全然計算としては難しいことやってないんですよね。家庭もすごくシンプルですし、計算量も多くないです。ですけども、この部分の考え方がちゃんとできてるかどうかということに限りますね、本当に。 で意外とできないんですよね。だから本当にこれすごくいい問題なので、まあ、今回の私の説明を聞いて、ちょっとなぁと、まだわかんないなと思った方は、改めてね、あの教科書の瞬時値とか、あとは位相の遅れ進みとか、えー、そういうところを整理して、えー、もうこの問題は絶対にできるように、あとは過去問やってても、瞬時値の計算問題って、 え、ちょこちょこ出てますので、絶対押さえるようにしてください。もうこれが出題されたらもう必ず点を取るというところですね。で、あの、最近は、えー、これをわざとね、サインとコサインを混ぜたりとか、あとはあのー、今回ね、電圧を基準にしてっていう考え方をしましたけども、えー、今回の問題って別に、あの、位相の遅れなのか、力率が遅れなのか進みなのかっていうのまで求めなさいっていう問題ではないんですね。まあ、この情報だけだとちょっと求められないんで、なんだけども、この、 力率が遅れ進みっていうのはまだいいんですよ。怖いのが位相なんですね。これなぜかっていうと、ちょっと混乱するかもしれないんで、よく聞いていただきたいんですが、先ほど言ったように、遅れ力率というのは、電流が電圧よりも位相が遅れている時に遅れ力率なんです。じゃあ、遅れ力率の時って、電流から見たら電圧ってどうなってます進んでますよね。 こういうところで引っ掛けられると意外とみんなできないんです。で、最近の問題ってこういう引っ掛けるという傾向がすごく強いのでもう必ず押さえていただきたいんですね。でもそのためにはまずはもうこの基本的なこの計算とかちゃんとできるようにする。あとはもう最近の問題でコサインとサイン混ぜていきますからコサインからサインに直すときにはどうするとか逆にサインからコサインに直すときはどうするとか。 そういうのも押さえておく必要があります。えー、三角関数はもう電験算子やる上で、もう避けては取れません。あ、ただあの、予言定理とか、そういうすごい難しいのはいらないです、さっき言って。使わないです。あの、たまに解説書使ってますけど、本来使わないでできるように作ってある問題がほぼ全てなんで、まあ、こくたまにあるかもしれませんけど、そういうのはいいの、捨てちゃって。難しい定理を使って解く必要がある問題はいらないってことは、いらないってことです。 でも、こういう基本は押さえとかなきゃダメだよ、ということですね。はい。えー、それでは、えー、今回の問題の解説はここまでとさせていただきます。えー、当センターの YouTube では、電気工事士、電験三種のお役立ち情報が満載です。えー、順次、動画の方を更新してまいりますので、まだチャンネル登録お済みではない方は、ぜひ登録の方、よろしくお願いいたします。それでは、えー、最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。